マッフル炉熱原料は分析科学において土壌や鉱物中に含まれる揮発性物質の質量を指す。強熱原料は強熱原料試験による質量の減少率から算出される。強熱原料試験はマッフル炉などによって飼料を高温で加熱することによって行われる。強熱原料は乾燥飼料を高温で加熱し、 加熱前後の質量比を算出することで求められる。例えば土壌中の炭酸カルシウムは高温で加熱することにより二酸化炭素として揮発するため、強熱原料から炭酸カルシウム含有量を測定することができる。強熱原料を測定する目的は資料によって異なり、例えば土壌中の有機物量の測定やセメントの不純物混入量の推定、 フライアッシュの不燃性汚染物質の混入量測定などが挙げられる。またセメントなど実規格によって強熱原料の上限が定められているものもある。また水質の指標となる浮遊物質量のうちプランクトンなどの有機物を含む揮発性浮遊物質の含有率も強熱原料として算出することができる。強熱原料試験は電気マッフル炉などによって 資料を加熱することで行うが、加熱温度や加熱時間、酸素量によって、強熱原料が変動することが知られている。地盤工学会は、土の強熱原料試験について、基準を設けており、乾燥させた資料を700摂氏800度で1時間、加熱した値を強熱原料とするとしている。セメントの場合は、900摂氏1000度程度で加熱する。 新白都市や、ほか、強熱原料試験による、石灰湿度の炭酸カルシウム含有量の測定、土と基礎51、ピアニッシモ32から34、セメント実改正の、お知らせ項目改正内容対象企画、斉藤二郎ほか、有機湿度の強熱原料法による、測定結果について、 土質工学会論文報告集20ピアニッシモも7度の強熱減量試験方法。ありがとうございます。